ありがとうございます。今日もうどむさんケーキありがとうございます。まるともちゃん、やするぱんさんケーキありがとうございます。タイピエンさんありがとうございます。ミラクールさん、けんけんぱーさん、ひとしさん、パクチンさん、まささんありがとうございます。なんかチクチクする。誕生日夜です。今日は生誕ティーです。あ、そう、もらったイヤリングつけた。これもつけようかな。今日は白だから。日帰り旅行でもするかと思ってた。え、でも、え、本来だったらだから福山さんのライブでも行けたらいいなって思ってたんですよ。15、16でどっちかで。春ゆめさんケーキありがとうございます。だから母と申し込んだんですけど落選しちゃったからさ。当日券は早い者勝ちだったし。そう、誕生日に福山さんに会うっていう。まあ明日も、明日16日とか。予定もあったんですけども落選しまして。あら、春夢さんタワーありがとうございます。愛媛帰ってるのかと思った。落選したから。いや、誕生日は広島の方がこうやってさ配信豪華にできるので、ショールーム優先ショールーム優先で。つばさほしいさんケーキありがとうございます。みきやくんケーキありがとうございます。誕生日に他の男と会ってるのはファンとしては複雑よって。福山さん、福山、あ、でも16日の予定だったんですよ。それは福山雅治さん。誰が勝てるんですか。グリーンアリーナ。そう、でも誕生日にね、誕生日はどうかなと思って16にしてたんですけど結局外れたから。こんばんは。宗広さんたい焼きありがとうございます。まるともちゃんケーキありがとうございます。まるともちゃん、そう、なっちゃんのタンプレをね昨日開封し忘れてたんだよね。今日しなきゃ。春夢さんタワーありがとうございます。ゴミじゃない。まあもうちょっとしたら開封する。そう、先にもらってたのだから別のところ置いてたからさ。タワーの俺、あの軽くバージョンで全員書いたんですよ。一応そんなに長いバージョンではなく軽いバージョンのお礼を書いた。昨日書いてない方での軽いバージョン。
春夢さん書いた、これみんな書いたけど、でも軽いバージョンですこれは。ゆっくり書くにはちょっと時間が、まだおらんやろうけん、まだちょっと春夢さん書く、そう軽いバージョンです。ありがとうございます。昨日誕生日だったみたい。え、めっちゃわかる。うどんぼさん誕生日ケーキありがとうございます。わかる、昨日誕生日みたい。なんか実際昨日タワーもらったしな。なんか誕生日2日目じゃないから、なんなら今日が本命だから。めっちゃわかる。長いよね1日って。は早かったけどな。こんばんは、お誕生日おめでとうってありがとうございます。確かにクリスマスも当日よりイブの方がある。確かに。まだ誕生日終わってないよ。そんな終わらせないでよ勝手に。昨日だよ、今日だよ。ケーキを今日食べればいいんか。まだ残ってるけどね。まだ終わらない、あと1時間半。なんかここしか漏れる配信場所。急な。春夢さんありがとうございます。オンラインブロマイド当たった、結構引いた。アーカイブ見た、タンプル鍵開けワロタね、量めっちゃ多かったよね。文吾さん、ちいかわのキーホルダーとかありがとうございます。福山さんも明日行く予定だったんですよ。さすがに。でも今日はノイミーさんも行くか迷ったんですよ。でも誕生日をライブ行ってしまったら一日が潰れるじゃん。だから16日、だから福山さんは16日の予定だったんですよ。はるゆめさんありがとうございます。そう、15はもともと行く予定なかった。2days っていうだけで、私は16の方をね応募したんです。そう、だから誕生日じゃないよ。メンバーに当日でも今日メンバーと会えてない。はるゆめさんありがとうございました。そう、誕生日にライブ行ったらさ一日全部潰れちゃうから、誕生日はそう行かなかったって言っても何もしてないけど言って。ノイミーさんも迷ったけども、
サーティワンまだ食べてない、あと2個ぐらいある。でもポッピングシャワーは食べた。ライブはどこ行っても買わない。なぜ福山さんも深さジャンルが違うじゃん、大きいじゃん。セカオワさん、セカオワさん何人か言ってたよね。あ、まだアームカバーしてる。服部さん、タワーありがとうございます。今日もティーライダーさん、タコありがとうございます。どのジャンルでもどんどん言ってもらって構いません。ジャンルね、でもあんまり遠いのは行かないけど、広島に来たやつ、私広島に来たやつを狙ってる女なので、そう全部広島に来たグループ、広島のしか行ってないので、広島に来られた方のに行ってる。なんか前髪伸びたな、ティアラかな。そうだから休みとたまたま会ったら広島のライブが誰でも行ってる。でもバンドとかはねあんまり行ったことないけど、乗れないんだよね、ノリノリに騒げないタイプだから。タワーの俺、服部さん、あ、服部さんでも昨日したのか、そっか。バンギャン、ああいうの絶対できないと思う。軽めのお礼もちゃんと書きました。でも軽めです。誰がいるかな、ふっくらご飯いるよね。翼欲しいさんありがとうございます。カルメふっくらご飯さん、ありがとうございました。ふっくらご飯、ふっくらしたご飯、あ、ご飯なの、なんじゃそりゃ。あなたはご飯さんです。ヤスルパンさん、ケーキありがとうございます。ケーキなんか名前変わってるよね、コロコロ2、3つなのもなんか いつからか。続いてペホゲナさんね、1ヶ月ぐらいそれだけど、私は普通に壇上読むときにふくらご飯って呼んでた、見ながら、なんか合ってるなって思いながら。え、ほげなさんありがとうございます。文吾さんケーキありがとうございます。なんか絶対スケスケになったよね、昨日より。これ見て、こんなスケスケだったっけ背景。キチネさんとかいるかな、キチネさん、こじこじさん、ケイノーさんいないかな、ドンちゃんまだかな、ヤマトさん、マサパンダくん、マサパンダくんいないだろうな、あとでいっか。あ、いました、どんちゃん。
どんちゃん。そうだよね、イヤリングって言ったもんね。ありがとうございます。タワー、どんちゃん、ありがとうございました。日にちあります。透け感が気になる。今日はね、追加で24の風船もねゲットしてきたんですけど、もろ部屋が反射するな。鏡を飲みしてるようなもんか。やめておこう。誰かいると思ったらユキリカの顔でした。どれ、配信画面もろ映ってます。やめておこう。部屋が反射しないように、ね、でも昨日はめっちゃ掃除してたの。反射するやろうなと思って掃除してたの、配信前に。でも今はすごく荒れている、たくさんの物たちで。今日はスタバ買いました、特別な日なので。ティーラテです。スタバ我慢中ですが、今日は特別な日なので買って帰りました。そう、ほうじ茶ラテがね売り切れてたんですよ。早くない？12日からなのに。新作飲もうかなと思ったんですけど売り切れてた。早いよね。スタバ売り切れよくあるよ、ソールドアウト。どうやったけんかな。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。さて、なっちゃんのタンプレ紹介をしようかな。じゃあ、直樹さん、そう、直樹さんからは12日ぐらいにもらいました。あ、プロメテさんがタワーくれた。理化学研究所さん、ありがとうございます。見えてるのかな。見えてないよな。ありがとうございます。次はなっちゃんと会えるのは21日、幕張21日。そう、しかも家帰ったら玄関先にあったんですよ、12日ぐらいの。直樹って誰のことなの？直樹は直樹です。そう、置き配だった、置き配タンプレ。そう、あ、
開けた、もう一回開けたんですよ。お礼の LINE したから一回中は見たんですけど、閉じた。使ってはない。開けて閉じました。でもめっちゃ実用性あるものをねもらったんですよ。今年はとても実用的なプレゼントを贈ります。開封済み。どれから紹介しようかな。でもこれは最近の私たちの楽屋でのお話。そう、夏希って書いてる。そう、めっちゃタイムリーなプレゼントなの。まず1個目、じゃーん、メイクスポンジ。メイクスポンジ、そして続いてスポンジ用クリーナー。紙に書いてないのがなっちゃんらしい。確かにここに書くんだみたいなね。スポンジクリーナーで、スポンジを洗う時のケース。スポンジ洗う時のケースみたいな。これ持ち運びケースかな。持ち運びケースかも。スポンジ用クリーナー見て、これリボンね。そう、あ、とりあえずここの段階でね、これはでもねエピソードがあって、これなんですよ。そう、スポンジ、私がねメイクスポンジをなかなか洗わない女なんですよ。そう、別にさ、なんかスポンジさ洗わずにさ、洗わんでいいじゃん。そう、鼻が落ちそう。そう見える？全然普通だよ。え、でもさ、そうそうそう、スポンジはでも頻繁に洗わないじゃん。そう、だから普通にファンデーション塗ってポーチに戻して、普通に次の日もそのファンデポーチからファンスポンジ取って塗って。そう、多分男性は分かんないと思うんですけど、そんな最初洗わんじゃん。だってスポンジで顔やって洗いに行かないじゃん、クッションファンデとか。そう、だから普通に私がスポンジをねメイクポーチに入れてたら、サラピとなっちゃんに、あのこの前の徳島かな公園で、そう、何このスポンジって言われて、私のメイクポーチ見て、そう、ファンデーションが染み込んだスポンジを見て、そこで話題になったんですよ。めっちゃ言われた。そう、だからこういうやつを送ってくれたわけで、送ってくれたじゃないわ、そう、スポンジはねでもさ、ちぎれるまで使えるじゃんっていう派なんですよ。だからちぎれ出したら捨てようかなってなるけど、ちぎれるまで使うんですよ。汚くないよ、だってファンデーションなんだもん肌荒れてないでしょ、しかも。だから私はこうやって肌に免疫つけて肌を鍛えてるんだよって、だから肌強いよって返しました。そしたら、そう、うわって言われた。え、でも洗わなくても、あ、今まで洗ったことないですもん。そう、なんか肌に免疫をつけてるんですっていうね。
マジ一回もらったことないよ人生で。スポンジ、新たな発見です最近の。そう、まあだからちょっとこまめに変えようって思ったよね、言われるから。スポンジチェッカーがいるので2人、右と左に。だいたい楽屋はなっちゃんサラピとかなんですよ、だいたい右と左で。岡山の時もなっちゃんサラピ、そう、 両隣にスポンジ警察いるんで。でもこの前の鼻だれの時は落として床にスポンジ、さすがに落としたら使わないんですよ、雨で濡れてたから、テントだし。そうだけど、どうせそれも使うんでしょって言われた、床濡れてて雨で。そう、ティーライダーさんいいね、ありがとうございます。まあ濡れて落としたやつは使わないよ。アキアンさんゼリーありがとうございます。こんばんは。そうっていうね。あとは口の潤いのリップ、潤いのリップ、いや落としたら使わない、さすがに。なっちゃんはねメイク道具めっちゃ詳しいからね、メイク道具めっちゃ詳しい人からのさ、こういうの嬉しいよね。開かない。そう、メイク道具も詳しいんですよなっちゃん。だからなっちゃんのを使っていいなって思ったら買ったりする。そう、なっちゃんは新しいも新作出たら全部買うので、そういろいろ詳しいんですよ。だからそこで仕入れたりする。これいいじゃん、テスターこれもね、スピスピ、口の潤いのリップ、オレンジ、オレンジ珍しいな、愛媛だからオレンジなのかな。まあオレンジの香り、オレンジの香り付きの潤いリッププランパーみたいなグロス。あ、色味がないですよ、透明と。そしてこっちもティント、ミニティントです。おすすめの、おすすめなんかな、ミニティント、ピンク、実用性ある、ミニだから持ち運べる、舞台裏に。これはピンク、今塗ってるからな。でもあんまりわかんないかもしれない。こんな感じです、なっちゃんからのタンプレでした。実用性ね、これはおすすめのスポンジらしい、なっちゃんの。開けよう。そう、おすすめのスポンジあげるからスポンジ買わないでねって言われたの数日前に。おすすめのスポンジ、です。メイクポーチに入れとこう。これに入れて持ち運ぶのか。
そう、ちぎれるまで使うね。だってさ、1回2回使って捨てるのもったいなく感じ、スポンジって。だからちぎれるまで使う。1回2回使って捨てるのもったいなく感じ、スポンジって。だからちぎれるまで使う。1回2回使って捨てるのもったいなく感じ、スポンジって。だからちぎれるまで使う。1回落としてみた、ループって言われたから落としてみた。帰ってきたよ。あ、そう、1回ループって言われたから、そう、あの、落としてきた。なので2回目は意図的です、私が落とした。昨日適当にアルバム開封したから、これちょっと見ようかな。何も見てないからまだ。昨日終わり際にパパって開封したじゃん。もうちょっとさ、見たいよね。え、そう、昨日の配信で時間なくてさ、生写真しか見てないじゃん。私はこのフォトブックを見たいんです。フォトブック、みんなのフォトブックを見たいの。これってことだよね。あ、いい匂い、いい匂い。フォトブック中が見えないように。でれーん、何順だろう。千穂さん、まひなさん、いいとた、赤さた、あいうえお順かな。いいからたなの。あ、そう、フォトブックってこれのこと。千穂さん、いいね、ビジュを最大限に、みんなの良さが大人っぽい。続いて葵さんと福田さん、今日はなんか福田さん K-POP アイドルみたい。カオチさん、カオチさん、フォトブック持ってきました。ポチャポチャくん、たい焼きありがとうございます。 K-POP みたいじゃない、 K-POP アイドルみたい。なんか前髪かな、前髪違くない、なんかいつもと雰囲気違う。前髪パッツンやっけ、なんかちょっと雰囲気違うよね。なんだろう、前髪かな、前髪違う気する。いつも流してるよね、だよね、パッツン気味だ、雰囲気変わる、かわいい。続いて、あ、アリちゃんさんかわいい。バブみがある。いいね、森下さん、アリスみたい、不思議の国のアリス。え、このアリちゃんさんめっちゃバブみあるくない、バブみ、バブ、いいね。続いてソラハさん、いい女。あ、マイキューさん、素晴らしい表情。
髪の毛綺麗。目に吸い込まれそう。マイキオさんの目に吸い込まれそうです。いくちゃん変わらず。いけちゃんいつも変わらんよね、いい意味で。すごい、いつもこれいい意味で。いけちゃんいつもこれだな。豚松さんありがとうございます。確かにいけちゃんロングになってるね。確かにボブもいいけどロングもいいね。もう見慣れた。すごい、りねちゃんかわいい。かわいい。パシッ、いいね、アップだ、アップ。すごい、耳の形まで見えるよ。ゆなゆな、ゆなゆな短いね、逆に髪の毛。ね、りねちゃんかわいいですね。りねちゃんめっちゃかわいくない？これこの写真、あの普段もかわいいけどこの写真かわいい。りこち、わ、あいこ、あいこもいいね、この写真。りこち左、みんな左顔なんか右か。フォトブック鑑賞、ここまでは見えていいのか。愛子なんて言いそうな顔ですかって、やめてよ大喜利。そうだな、なんて言ってそうかな。なんか何も言ってなさそうなんだよね、ふとした振り向きみたいな。なんだろう、そう、なんか青い風船見すぎて目のあれがおかしくなった。おかしい目のあれが、そう、フォトブック見てる。お、さこちゃん、しみさら、バブな二人だ。しかも同じ、同じ、なんだっけこれ、同じあれ同じ帽子、ベレー帽、同じじゃん。バブ、バブ組。続いて、お、サーヤン、あ、サーヤン、サヤカリン強い、お顔が。サーヤン外羽可愛いよね、昨日も思ったけど似合う。サヤカリン、まつりいい感じ何この一人ずつ褒めていく。まつげいいですね、さやかりん。これ、あ、私とサラピだ、一緒のページ嬉しいえ、これ一緒のページなの嬉しいね。なんかこの見開きでさ、なんて、口のあたり修正されてる？マジ？
ちゃんと聞き顔の写真使ってくれてて嬉しい。私は髪長いですね、この時切っちゃったのでね。いい感じ、漏れた。サラピも安定、サラピも安定だよね、いつも。聞き顔逆です、サラピと私は。右と左だから写真撮るときは喧嘩になりません。お、鍋さん、なんだこの顔は、かっこいい系の顔してる。かっこいい眼差し。あずみん、あずみん髪伸びたよね、かわいい。おっとっと、見える見える、有料リオツ、いい笑顔みんな歯出してる、 2.5 期生素敵。かわいいですね、ノアピ。2.5 期生の笑顔いいよね、めっちゃ4人の。続いてリアチュー、かわいい、かわいいっていうか綺麗系だよね、クール綺麗みたいな。かわいいよ、かわいいけど、リアチューまあパッと見るか、ゆうなんね、かなうちゃん、かわいいな、みんな。かすみちゃん、ゆいなちゃん、かじわらちゃん、かべしもちゃん、いいね。いちごちゃんの正面からドーンみたいな、いいね。ジャケシャみたい、アーシャみたいなのかな。瀬川ちゃん、お、長谷川ちゃんの角度いい、めっちゃいいじゃん。新しい角度じゃないこれ、初めて見たかも。すごい、ハマちゃん、ハマちゃんかわいい。藤井ちゃん、かわいい、おでこ、まつげきれい、かわいい。森末ちゃん、編みたらししてる、あった。みんなかわいいですねいい本だっていうね、私の自己満の時間でした。これが見たかったんですよ、堪能堪能堪能した、すごかった。いい、みんなのあのパネル欲しいな、めっちゃ今の人の開封動画見てるみたいで、ちょっとゆっくり見すぎてね。響きって子だよね、似てるって言われてるのあんまり似てないよ。私似てる、なんかいろんな子に似てるって言われるよいろんな子が言う切り替え似てるって言われてる気する。ハマちゃん言われたことないよ。え、読書感想文書けるよ、なんかまつげがいい、一人一人長文の感想を出せるぐらいめっちゃ隅々まで見れるんですよ私。まつげがいいとか
ピンポイントで感想を述べれます。そう、ゆうなんとか言われたことある。リエチ言われたことないと思うけど、でもめっちゃいろんな、そう、感想を述べ出せるくらいいい表情、表情の感想とか出せる。そう、オリジナル。私でもね、誰かに似てるってあんま言われたことないからね、嬉しい。でもなんか似てるって言われるの、しかも可愛い女の子じゃん、だから嬉しいですよ。もう一周してない、マジで長くなるから、あれでも早めた方もっとじっくり見れるもん。ダメです。でもなっちゃんの撮影風景は私見てたんですよ。でもめっちゃふざけてたのに、なっちゃんいっぱい結構ノリノリだったんです、この撮影。いいよいいよみたいな。そう、しょげこさんに似てる、それめっちゃ褒め言葉じゃない、ね、似てる。そう、なっちゃんイエーイみたいなのをしてたのそう、めっちゃふざけてたよ、イエーイみたいな、フェーみたいな。なっちゃんの撮影風景見てたんですけど、だからかっこいい顔が使われてたじゃん、いろんなことしてたの、なっちゃんかっこいい格好とか、だからかっこいいやつ使われてたね。そう、え、でもかわいいやつもあったんですよ。でもそう、なんかにゃんみたいな、イエーイみたいな、ノリノリな撮影だったの。そう、なんでもいいからもうどんなんでも、はいやってみたいな感じで、そうめっちゃやってた、いいよいいよって。私もいろんなパターン撮ったんですよ、座りバージョンとか、そう座って足伸ばしてとかいっぱい撮ったけど、まあなっちゃんはかっこいい部分が強い。そうだね、かっこいい系だね、だからいい写真だった。上半身だけなのに、確かにまだでも何かに使われるかもしれないね。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。ゆうすけさん、ケーキありがとうございます。まあ今日やりたいこと終わっちゃった。昨日詰め込みすぎたな、なんか誕生日じゃない感じしてきたもん今、昨日盛り上がりすぎて、もはや。やばいよ、まだ当日。ケーキはもう見せれない、なんかあのいっぱい食べたので。やばいよやばいよ、24の抱負。まあ詳しくは生誕祭で喋るので、かぶっちゃうので、生誕祭を。同じこと言っちゃうことになるから、ちょっと一旦23時55の気分になりますって。なんで、ね
昨日が誕生日感ありすぎた。でも昨日も誕生日だよ。昨日のひまたぎも。昨日も今日も誕生日。昨日も今日も誕生日。24歳おめでとうございます。ありがとうございます。打ち上げさえ歌った。すごいすごいじゃん。やったね。え、当日に開封したって。だから昨日プレゼントの開封はあれで良かったですよ。めちゃくちゃ良かった。自分的には今よりも、今するよりもね。福フェスチケット販売中ね。ツイート見ました。でもまだメンバーが出てないからな。そう、いい誕生日、いいひまたぎだったんですよ。だからすごく、あ、そう、7月7日のお話し会、間もなくで、しかもラストチャンスなので明日の13時まで来てください。7月7日、間もなく、もう明日の13時までになりますので、完売までもうちょっと、明後日か、17、まあ明日で、あ、今日、明日お願いします X にゆきりかおめでとうを投稿するの忘れてたので今からしてきます。はいね、そう、早め、明後日って言っても明後日の昼にはもう締め切っちゃうから、ほぼ明日みたいなもんだから、明日みたいなもんです。ひまたぎ配信でテンション上がって寝たのが昼過ぎ。マジでも私もなかなか寝れなかった。あんだけね、なんかはしゃいだ後だからすぐには寝れなかった。アドレナリン、ツイッターも見てたし、ツイッターも見たし、 ALT とかも。前も寝れなかった。マジ、しかも土曜日っていうのがいいよね。平日じゃないけんさ、寝なくていいっていう。あ、でも普通に仕事の方は仕事だけど、あっという間だったよ。配信終わってから気づいたら2時じゃん。だってね、そっから早かったです。サラピたちがね、おめでとう動画くれたんだよね。見せれないけど。始まった。リカちゃん、リカちゃん、お誕生日。夜中に。おめでとう。リカちゃん、リカちゃん。アイコもいるよ。アイコもいるよ。アイコも直してるよ。今日はどこ行き？胸行き。声はいい。まあ別に顔も悪くはないですよ。リカちゃん、リカちゃん、お誕生日。メイクしてるからみんな。リカちゃん、リカちゃん、アイコもいるよ。みんなメイクしてるから。今日はどこ行き？胸行き。ね。いい動画保存した。昨日。怖。え、そう。私たちこういう動画を送ってるんですよ。なんか、そう、最近ね動画送りがちなんですよ。そう、なっちゃんがツアーで
来れなかった時もみんなで動画撮ったの。なっちゃん頑張れっていう動画を8人ぐらいかなで撮ったり、そう動画で祝ったり応援するスタイルなんです。なっちゃん頑張れ動画を7人ぐらい撮ったの。1人ずつ撮って最後にみんなでイエーイみたいな。感動して泣きそうになりました。そうなっちゃん頑張れ動画送ったんだよみんなで。頑張れ頑張れって一人ずつ回していってバスの中で。そう そうなんです、動画撮るスタイル。感動する？いいでしょう。そう動画いいよね。すぐ動画撮るんですよ。おめでとう、ありがとうございます。そう、そうなのです。仲良し仲良し。おめでとう、ありがとう。なっちゃん頑張れの動画はでも見せれないわ、バスの中だから。誰か来てるかな、タワーのお礼書いたこと来てない。まだの人はケリドンさんとコジコジさんとキチネさん、キチネさんとかいそうだけどね。ヤマトさん、ヤマトさん、マサパンダくんかな。昨日も小じ小じさん、いたよ。小じ小じさん、タワーありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上になります。これは生誕ティーです。青に青でいい感じでしょ。素晴らしいでしょ。今日ひーまたぐって、今日ひーまたげんのよね。シンデレラです。奈良西さん、たい焼きありがとうございます。アバターはいつ配布されるんだろう。
エルランガさん、お花ありがとうございます。そう、結構存在感大きいんですけどね、ギリ画面じゃ見えないっていう。よいしょよいしょ。ちょっと下目なんかな。そんなことないか。こんな感じです。頭でかいです。24ってな感じです。ね、超目立つからいいですよ。逆に幕張に来ていきます。早速、はい、待ってます。名前はないですね。ゆきちゃんです。私なのでゆきちゃん。幕張に来ていきます。はい、じゃあみんなで幕張でお会いしましょう。これで確かに。でもお話し会で生誕っていうアレンジして私服にしようかな。私もどっかで生誕っていうアレンジ私服みたいな。 T シャツの文字反転してない。ね、俺も着てます。ね、どっかで考えよう。で生誕T揃えて、ツーショットあったっけ。あるよね。なかったっけ、うん、こんばんは。ないか、ないのか。あると思ってた浴衣とか。浴衣幕張だけある。ほうほう。制服か。キャラ絵。来年どうしよう。レパートリーなくなってくるよ。でもこれ年々もう3パターン。しかもいつも期限早いけんな。まあ前々から考えたらいい話ですけど。作文。なるほどね。名言でもええんか、リコチみたいな。文字めっちゃ文字か。お、キチネさん、アジサイゼリーありがとうございます。タワーのお礼ありがとうございました。昨日キツネさんありがとうございました。ありがとうです。ユキリカの名言はねじゃないでしょう。でも口癖ってあんまりないよね。なんかバスでみんなの口癖の話してて、一人一人おにぎり、あ、大喜利か。私失敗しないのでそんなこと言ったことない。あるけど言ってない。来週シャミ会よろしくねーって。よろしくねー。素敵な一年になりますように。ありがとうございますね。おにぎりに見えた。私おにぎり、おにぎり発言したっけ。おにぎり、おにぎり。あ、晴れ女ですよ。晴れ女っぽい T シャツにしようかな。たい焼きありがとうございます。
おにぎりあんま発言してないよ。おにぎりあんま、あでもおにぎり食べるかよくコンビニの。あれ女 T 欲しい。ちょっと来年ですね、早くて。愛媛高原の日の私が話しますがかっこよかった。でも曇りになったんやっけ、雨か愛媛は。私が話します T シャツもよくない。私が話します、まあイラストもつけて。ちょっとさすがに文字だけじゃさあれだから誰でも作れる。私が話します。普通に私が話しますの文字入りキーホルダーとかね。まあまだだいぶ先の話なので、私が話しますステッカー欲しいよね。あの名言みたいなスマホに挟めるステッカーは。結構 90% とかでもマジで話すんですけどね私。十日さんの日も 90% だけど、私が外にいる時は晴れてたから傘さして十日さん行ってないから晴れてるんだけどね。そう、しかも雨だから人少なくて屋台一個も並んでないんですよ十日さん。すごい。全部スムーズに変えて5種類ぐらい食べて帰った。好き好き。ないよの 90% で降らなかったのすごかった。え、そう 90% とかも全然降らないよ本当に。葵さんがいなければ葵さんがいても晴らすときは晴らすけど、まあ確実なのは葵さんとダブってないとき。でもチリパの日も晴らしましたから。葵さんと被ってなかったら晴れます。なんか STU の公式のさ誕生日ツイートってなくなったんかな。話変わるけども、ね、ないよね、なくなったんかな。最近見てない。シミサラで懲りてやめたのかなって。でも忘れがちだよね最近、遅れたり忘れたり。どうなんだろう、なくなったんかな、わかんないな。そうそうそう、ちょっと遡ってみよう。遡れんか、3万9000ツイートもあったら遡れんな。
公園出る人の裁量カラーも間違えてからやめた。なんだそりゃ。かわいいね中の人。もう間違えたからやらないってこと。間違えて指摘されたからもうやらない。わがままな子供みたいちゃう。違うでしょ絶対。もうそんなに言ってくるんだったらやらない。どうなんだろう。まあいいや。おめでとう、ありがとうございます。岡森さん、たい焼きありがとうございます。違和感。違和感って何？今日私の誕生日じゃない？違和感って何？実は今日は私の誕生日じゃない。ドキリ。何違和感って。またハニカまれたな。足やだな。顔跡だらけになっちゃう。ケーキ全部食べてないよ。あとちょっとあるけど、なんか上のいちごとかを先に食べちゃって、もう表に出る姿じゃないです。ポクレンパサランさん、たい焼きありがとうございます。いちごがさ痛みそうじゃん。やけんさ先に食べるじゃん。だからいちご。葵さんに似てる喋り方。でも似てるよね、なんか愛媛の人だから。愛媛県民こんな感じなんですよ。そう、昨日配信終わった後に痛みそうなイチゴを全部食べたので、上の。今上は何もない。小豆島へ旅行。喋り方似てる。改めてお誕生日おめでとう、ありがとうございます。あと30分ぐらい。どうしようかな。0時までしようかな。アイス？え、もうアイスはまだ。日またぎはしないけど。日またぎはしないよ今日は。日はまたげないです。歌はまあカラオケ配信という日を設けるので。あ、ちょっと充電しとこう。
さんケーキありがとうございます。充電も挿してと、今日自動で切れる。たこ焼きはまた今からちょっとできないですね。たこないです。たこなし。カラオケ配信いつしようかな今月。カレンダー見ようかな。23は幕張じゃないか。22が幕張か。23かな。そうやね、23やね。有料候補16がさすがにね、急だもんね。23かな。じゃあ23ということで、23。足がカニカマれすぎてかゆい、助けて。虫よけ。23。誕生日高野菜。明日。明日何しようかな。もう明日は普通の日常です。たこ焼きません。誕生日もうお腹いっぱいです。昨日の日またぎでもうお腹いっぱいになったので、もう開始1時間で満足したのでもう大丈夫です。大丈夫です。だよねって。満足しましたので。ケーキ食べたし、ろうそく封もしたし、プレゼント開封もしたし。え、これいつまでにしようかな。どうしよう、剥がれ落ちるまで。いやでもハッピーバースデーやもんな。でもここで配信しないからさ、普段ソファーだから、もう撮ってもいいけど。全て抜けるまで。生誕祭まで長くない？多分その頃にはもう結構落ちてる。最後の一文字が落ちるまで。これはね、全部つながってるんですよ。ほらよく見たら紐通してあるから、落ちる時は一気に落ちる。そう、ドバッと。全ていい子なんです。もう満足して眠りにつけそうです。眠気きた。眠りにつけそうです。セテラの眠り。
今日何か捕まえましたか？ポケモン捕まえてないかも今日は。やばいな、三日坊主出るよ。おやすみ、おやすみ。なんかこれシンデレラっぽいよね、なんかアームカバーなのに。これが余計に夢の中でゆきりかの誕生日パーティーを続きします。お願いします。誕生日パーティーに招待してください。夢の中の エルサリボンもついてるんだよ。お白のそうだね、お白のとは違っておしゃんなおしゃれ重視ですね。残りの時間はスクショタイム、そうだね、スクショタイムしようかね。何持とうかな。600円ぐらい？でもそんなもんじゃない？アームカバーって相場。それは安いのか？そんなもんか。なんか部屋が見えちゃうからな、こういうの。風船持とうかな。昨日は反射していいように超綺麗にしてたんですよ。昨日は。今はいろいろ開封したものを置いてるからちょっと荒れてるように見えるぐらい。昨日は反射していいように片付けたんですよ。反射用に。タイム。あ、4月7日のかすみの誕生日ポストあります。遡ってくれてたのもしかして。大変なのに。じゃあ私のも明日来るかもしれんね。しみさらん時みたいに突っ込もうかな。しみさらん時だっけ。見ますわ。生誕の日まで伸びたらまあいいんじゃない。いつまででも待つよ。2ヶ月でも3ヶ月でも。どうしよう、来年になったら去年の分です。こちら去年の分です。まずは2000億ぐらい。面白いけどね、逆に。逆によく覚えててくださったねって感じですよ。そんなワインみたいな運営さんね。まとめだし後で。あ、これ去年のです。
こんばんは。雪肉が3分の1出ました。再販。そう、ネイルピンク、もう少ししたら買いに行く。青に生誕用の今はピンク。爪の音。幕張はまだピンクかもしれないね。爪伸びるの早いから幕張で青にしたら伸びちゃうから。ね、23時半ですね。どうしようかな。もうそろそろ終わろうかな。生誕祭当たってください。当たるよ、当たるよ。前髪はね、こうティアラで押さえとるけんね、伸びて見えるんよ多分。髪の毛洗いにくくないよ。一曲どうぞ。何聞きたいですか。みんなサプライズ私歌えないんだよね。父の日お父さんに申しました、申しました。会えないと思ったので、会えないと思ったので、フライング父の日したんです。ナミラサプライズフルで歌えるんかな。ちょっと歌詞調べてみよう。知ってるけどさ、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。授業終わるベルが鳴ったら不意に君を目隠しして、小豆島とか多分入ってないんじゃないかな。愛の重さ早くない？入ってたりして、入ってない、入ってないです。ゼロ、入ってなかったです。また入ってからですね。でも23のカラオケ配信では歌えるよ絶対。小豆島もジョイサウンドに行けば、ついに23日に。よいしょっと。ジョイサウンドに行けば、消防のシンマニアカンは
燃え尽きすぎじゃないってコメント欄ね、なんか通常配信よりもコメント少ないんだけど、もうみんな燃え尽きた、寝る？わかるけどさ、その気持ち。何してるのみんな今。ゴロゴロしてる？ケーキ食べてる？え、配信しながらなんかしてないの？足の痛みに耐えてます？どうした？何があった？クワガタ？クワガタ飼ってるの？みんな2画面してるのか。そっかそっか。もうそろ終わろうかな。じゃあひまたぎもできんけん、鼻の痛みに耐えてます。え、鼻の痛み、喉が痛い。あ、みんな痛いね、いろいろ大変大変。なんでみんな痛みに耐えてんの。ヨックさん、お花ありがとうございます。熱出ました？大変じゃんそれ。本当に明日は何しようかな。小指の爪が痛い？痛いねみんな。私は痒いです。蚊。じゃあ締めようかな。ということで、誕生日一日ありがとうございました。いっぱい。いっぱいいっぱい。誕生日らしいこと昨日全部したから。でも昨日2時間半と今日2時間でしょ。結構誕生日は味わえてる。配信、誕生日配信さ、昨日2時間半と今日2時間ぐらいじゃん。4時間半ぐらい。これ以上引き伸ばしたら燃え尽きちゃうんですよ。みんなね、もうなんか引き伸ばしてたらどんどん誕生日感が薄れていく。いいところで締めようじゃないか。ありがとうございました。たくさんのお祝いもありがとうございました。今日もタワーもありがとうございます。今日もっていうか昨日か、あれ今日か、昨日って思ってしまった。今日思って、昨日じゃないってあれ今日だって。ってことで一旦順読みます。じゃあ24歳なんで24から。24たっちゃん、23コーヒーさん、22ライスさん、21ラパンさん、20位ムーランさん、19位たかしさん、18位ムネヒロさん、17位ヒートシさん、16位キチネさん、15位ユウスケさん、14位ネコヒデさん、13位ブンゴさん、12位翼欲しいさん、11位タイピエンさん、10位ケンツーさん、9位アキアンさん、8位ズッキーさん、7位ロボリンさん、6位ミキヤくん、5位ヤスルパンさん、4位ウドムさん、3位理化学研究所さん、タワーありがとうございます。2位ハットリさん、タワーありがとうございます。そして1位ハルユメさん、わーもありがとうございます。ペホゲナさん、ケーキありがとうございます。締めのケーキ、ゆっくり休もう。昨日アドレナリンで全然寝れなかったから今日は爆睡しよう。
爆睡しよう。もう寝れそうだし、片付けてから。小判ありがとうございます。なんか小判ってことで、24歳もよろしくお願いします。ありがとうございました。おやすみなさい。ゆっくり寝てください。あと少しの誕生日何しようかな。あまりのケーキ食べるしかないか。いちごが乗ってないケーキ。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみー。おやすみー。